目力みんな理解できるやつ。私はね、まあ、うちらはねテレパシーでね、だから分かるの、あのこうやってなんとかをしなさい、すごいなんか記者会見するみたいな、ね、悪いことした人いるのね。はい、すみませんでした。何しちゃったの。はいはいはい、思いつかない。もうね、いい感じ。みんなもうこの後に何をやるか分かってるんだけど、だから逆に言葉が出なかった。そろそろいいですか、はい、皆さんいいですか、うん、ご覧の通り、ご覧の通り見てわかるけど。では、ま、だだ皆さん、まなちゃんへの合格祝いをします。イエーイ。ちょっと待って。
改めて感じたのね。だからもしかしたら
あおちゃんより上に行くっていうのは難しいかもしれないけれど、同じラインには立ちたい、立てるようにしないといけない、ずっといたいから、ずっと一緒にいたいから。だからあおちゃんは待ってなくていいから、もうずっと自分の道を走って、私たちがそこに達することができるくらいになるから、頑張ってこう、一緒に頑張ろう。おめでとう。ありがとう。私いきます。なんだそれ。リーダーだから。そうそう、あおちゃんはすごいなんか何でもできるっていうイメージがみんなもあると思うし、なんか本当に何でもできるけど、なんかそれはすごい努力してるからなんだなっていうのが分かって、なんか一人メンバーであり仲間であるけど、すごい大切な友達だから、これからもよろしくお願いします。お願いします。もう感謝しきれない分がたくさんあって、ちっちゃい頃ほんと手つないで面倒見てたけど、なんか今はそんなことなんか昔から年下ながらずっと憧れでもあって、尊敬してる部分も今もずっとあって、そんなことを今一緒に活動できていることが幸せだなってすごい思うし、あおちゃんっていう存在がと出会えて本当に良かったです。でも本当にありがとう。負担かけてごめんね。私がもう少し負担を補えるように頑張ります。いつもありがとう。ありがとう。あおちゃん一言お願いします。まずこうやって支え、私が支えてるってずっと言ってくれるけど、全然私の足りないところとかすごい支えてもらってるし、なんて言うんだろう、やっぱ5人で大好き。5人でいるのがすごい好きだし、そういう時間が本当になんていうんだろう、大切だから、もうこれからもずっとずっと5人でいたいです。あと皆さん本当にありがとうございます。今の活動をしてなかったらこうやって皆さんにも会えてなかったし、こんなにたくさんの人に祝ってもらえるのも本当に想像できなかったっていうか、こういう活動しててよかったなって思えることの一つなので、これからも努力をたくさんして皆さんに恩返しできるように頑張ります。よろしくお願いします。ない方とかいらっしゃいます。皆さん撮られました？チェンジします？前と後ろ大丈夫ですか？じゃあ最後に締めの言葉で、ひなちゃん久しぶりだ。確か
爪みたいなグダグダじゃなくて、そういうこと。そうなんだ、爪が。皆さん、今日はたくさんの方が来てくださって本当にありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとこれからますます3人、受験生3人が出演する機会が少なくなっちゃうんですけど、みんなの心にあるから心にあるから受験を応援して、今日とあと12月のワロップだけですね、5人揃うのね、寂しいですけど、その日を楽しみにしてます。私も皆さんも戻ってきます今日はありがとうございました。あおちゃん、おめでとう。じゃあこれで最後本当に終わりにしますよ。
変に終わるっけ。久しぶりだから、ね、じゃあ気合い入れていくね。はい、お願いします。